久保さん金のために働けと。なんか、与沢さんが昔金のために魂を売れみたいな,な話をしてたような気がするんですけど、多分ね、給料が少ない人ってまず第一ステージとして、金のために働くってあんまいい言葉じゃないと思うんですけど、でも、 それを100%でやったら金稼げると思うんですよ。なんかそこに余分な中、いろんな中が入ってるから100%で働けないんじゃないかなと。金のために働くっていうことはどういうことかっていうと、単純に会社のために働くんですよ。うん。だって、会社って何でできてるのかっていうと、お金でできてるんですよね。うん。お金がなかったら、多分10年間そこで働いてくれる社員はいないですね。 お金がなかったら30年そこの会社で働いてくれる社員はいないですね。無給で働いてくれます30年間。多分無理ですね。現実的に。うん。だから会社にお金があるからこそ従業員に給料払えるし、で、従業員に給料払えるから従業員は生活できるしって話で、お金がない会社って倒産するし、社長ね、まんだ、まんだ銀次郎さんね。社長、給料いつ払ってくれるんですかみたいな。大丈夫だ。 頼むすまん今月乗り切ればみたいな車掌なんとかしてくださいよみたいなこれじゃあのー、必要なんすよみたいなマントさんみたいなマントさんなんとかなりませんかみたいな、ね、<laughs> まあきれい事でねあの動けないですから、うん、まあ一部の人は動けるかもしれないですけどそれがじゃあ5年10年は続けられないですよ本当にうん だって5年も10年、そもそも5年も10年も売り上げが上がらない会社で無給でね、働いてる人って何を、何してるんですかそれは自分で事業を起こしてるんだったら別ですよ。それ信用できます、その人に。5年も10年も売り上げ作れない。そんな会社に勤められないですよ。信用できないですよ。うん。そう。なんでね、あの、まずはお金のために働くと。 うん、でその後お金稼いだと違うなんかあのあれをつければいいんじゃないですかねなんかなんかうん何すかねお金が一番最初に持ってった方がまあシンプルでいいと思いますよ、うん、だからその利根,川利根川みたいに金は命より重いみたいなねなんかそんな感じにした方がいいと思いますけどね いってらっしゃい。